頑張れ、ロハスサンタの応援メッセージ。これでですね、タイミングは大切です。君は今何をするタイミングなのか。勉強、仕事、それとも遊び。メリハリをつけてですね、いろいろなことをするっていうのはすごく大事なんですね。そして何をするタイミングなのか。これはその日その日でもタイミングがあります。また、料理を出すタイミング。また、何か、お中元、お歳暮を送るタイミング。または、お客様にお電話をするタイミング。いろいろなタイミングがありますよね。そういったタイミングで、タイミングに合ったですね、行動をとると元気になりますよ。また、相手も元気になりますよ。そういうことでですね、今日は、タイミングで元気になるということをお伝えしました。健康は元気。元気を、皆さんの元気を応援するロハス村です。何でもまた元気になることをお伝えしますね。また電話くれても結構ですよ。